はい、イエス聞こう。中原御殿ですね。ここは平塚市なんですけど、小学校の敷地内に日が立っていまして、公道から見る分には全然問題ないんですけど、中に入ることはできなくて、この跡地がですね、この小学校の一部、中原小の今この角に立ってますけど、これが一部なんですよ。どんだけでかかったかっていう感じですよね。この小学校もかなり大きいですけど、ちょっと周り学校なんで映すと良くないんですけど、この倍ぐらいの広さ、もうちょっとした城郭ですよね。まあ堀というか、水路があったんでしょうけど、で周りの遺構なんかも調査が進んでいて、溝、井戸、まあ、御殿、つまり家康公がもうここにある意味住まうと、ただ立ち寄るような場所、お茶をしたりとか休息をしたりっていうことは宿泊もできるという規模ですよね。で、こちらのね、唯一の遺構が近くの善徳寺さんの山門にあるんですね。まあ、これまあ当時のものっていうわけじゃないでしょうけど、かやぶきっていうか上修復してますよね、これね。だからここに移されてるということで、まあ、唯一の遺構、まあ、これも一緒に合わせてみるというのは何しろ大きいです。この小学校のこの校庭の広さだけでもすごいのに、で、まあ、おそらく御殿ですから、そんな城郭と言いますけど、その天守があるような感じのそういうんではなくて、まあ、平屋の、まあ、こう実用的な、建物が多くてですね、まあ、宿泊所、簡易宿泊所も兼ねたようなそういうものだったと思われますよね。で、他にもこの前ね、川崎の小杉御殿とかを見ましたけど、遺構がはっきり残っているところがなかなか少ないんで、これだけの出土しているものを見ると堀とかかなりはっきりしてますよね。推定位置ではなくて大体の位置 もほぼ確定的に分かっていると、そういう意味で非常に有効な、有力なというか、史跡になりますね。これは同じようなことがほとんど書いてありますが、家康公鷹狩りにも来たんでしょうね、当然ね。そのための御殿っていうのもね、あれは宿泊したってはっきり書いてある。これはちょっと前のものになります。左、今見てたのが、まあ少し現代風の手を加えた解説。で、もっと前のがこれですね。ちょっとだけ今映りましたけど、意識して映すわけにいかないんで、中原御殿、家康が高根の根を降りした宿泊所って中原御殿が中原諸国を含む一体、今のですね。見てください、これ。富士の巻狩りじゃないですけど、富士山の方を見てすごい大きさや広さですよね。まあ、これだけのものがあるということは、まあ、ここにね、やっぱりお気に入りの、まあ、景色があったりとかいうこともあったんでしょうけどもね、まあ、鷹狩りで、家康公の場合は鷹狩りがもう日常のね、その政治とか今で言ったら仕事以外の趣味なのかもしれませんし、まあ、スポーツなのかもしれませんし、まあ、中にはね、やっぱり健康維持のための、まあ、運動ですよね、そういったものっていうこともあったみたいですけど、それの行き先にそれぞれ御殿建てちゃうっていう、すごいですよね。はい、中原御殿でした。